宙人のシェビタンです。こっちはテック。ここ最近地球に興味がありまして、こうして見せてもらってます。まずは皆さんに一つ質問させてください。街の主役ってどんな気分ですか？何分そんな経験がないもんで、ちょっと気になっちゃいまして。遊んだり働いたり、たまに誰かと出かけたり、買い物したりスポーツしたり、たまに誰かとご飯を食べたり、見てるとすんごく楽しそう。だけどストレスもあるんでしょ？それももちろん知ってます。見てますから。ゴミを出すとき、バスに乗るとき、子供を育てるとき、街のいろんなところに変えたいがあるそうですね。その問題もその原因も街によってみんなバラバラ。そりゃそうか。街の形も住んでいる人たちも根ざしている文化も一緒な場所なんて一つもないですもんね。そんな地域の変えたいを暮らす人たち自らが協力しながら叶えていくシビックテックって知ってます？今日はその3ステップだけでも覚えて帰っていってください。その1、見つける。生活の中で見つけた街の足りないところ、実はこれシビックテックの種なんです。その2、話す。種を見つけたその後は街のみんなと話してみよう。データや知識を共有すれば新しい解決策が見えてくるかも。その3、試しに作る。準備ができたらやってみる。企業と行政のチームワークと技術を使ってみんなで一緒に試してみる。過程も結果も全部オープンだから次に活かせる。まずは失敗から作る。そんな気持ちが大切かもね。見つける、話す、試しに作る、これがシビックテックの3ステップ。そんな自分の手で世の中を変えていく前向きな街づくりが今日本中で世界中で広がっているみたいです。未来を良くするその種をシビックテックに持っていこう。のびしろ、面白、コードフォージャパン。